ここからは皆さんお待ちかね普通音のコーナーでございます。イエーイ、普通音です。最近叫びたくてしょうがないのですが、どうしたらいいと思いますか。あと小林さん、可愛いです。ショートカットのボーイッシュな女の子って感じですね。ショートカットのボーイッシュな女の子、まあ、それはマスターさんからでね、いいんじゃないですか。叫びたくてしょうがなかったら走るんだ。森の中を森の中を枝を持って振り回したから走るんだ。死ねと言うんだ。通報だけは、通報だけは、まあ、死ねはさすがにちょっとこのご時世やばいかもしれないから、ね、ピーって言いながら叫ぶんだ。ピーって結構やってたんでしょ。ピーやってました、うん、横浜のソアル大学の森の中をやってました。よく見る授業サークルのメンバーに使えてんだなって言われました。ワムあげまーす。今までの中で一番のゴミワム。ファサファサしてるからね。ファサファサしてる。さあ続きましていきましょう。マインさん誰か遅れましたが、普通音です。はい、ああ松井さんの方が動作早かったんだけど声簡単なんだよな。え、俺超えてたよ声は。え、どういうことですか。てか無反省だったじゃないですか。完全に目を見ながら動いて。いや分かってるんですよ、分かってるんですよ。だから動作は松井さんの方が早かったの見えてるんですよ。まずいでも声だから、声審査なの。うん、せーのです、せーのです。じゃあ行きましょう。せーの、カタちゃ ちゃん正解です。イエーイ、ガチャ久しぶりだね。さんが130ポイント、うん、松井さんは120ポイント。よっしゃ、70じゃなかった、さすがに。さすがに毎回70だった。10ポイント差です。今カタちゃん、小林さん150ポイントです。なぜカタちゃん、カタちゃん待ってたよ。とある事情でコメントが遅れました。私の推し名は今季だとシンフォギアの翼です。鶴田さんの中にももろさがあるので守ってあげたい存在です。ありがとうございます。何してたの。大丈夫、マジで体調壊したかと思ったよ昨日の夜。本当に大丈夫か。今のことやる。カタちゃん最近見てねえな。カタちゃん心配なので綺麗な皆さん、いや違う、全然マリモ、全然マリモ、カタちゃんコメントをください。心配です。さあ行きましょう。続きまして卒音です。最近エルフ呼びを気に入っております。あちらの方は山田エルフさんからのコメントです。山田エルフこと、ね、うん、山田さんね。というのも今回は私の二次コンプレックス解消事変だったんです。昔は砲兵砲兵撃を隣の山田くん、ちびまる子ちゃんのイメージで、自分の名字が恥ずかしかったんですが、高校時代かっこたぶん平成ジャンプで山田涼介くんがデビューして山田を誇りに思うようになりました。そして二次が映画と漫画先生にタイトルのインパクトを見せてお腹にしてしまいました、うん、皆さんこんなことがコンプレックスや気持ちが前向きになったなど経験はありますか。長文なくすいません。コンプレックスや気持ちが前向きになった、じゃあ山田もいいやつだぞ、ね、確かに、ね、いいやつだぞ。かわいい山田。まあでもしょうがない。名前とかそういうのにコンプレックスは。松井はね、ゴジラ松井のイメージがダントツで強かったから。死ぬほど。死ぬほど。って言われたでしょ。まあね、まあゴジラは言われるわな。背番号とかね。そうね。松井の宿命だったね、あれは。ホームラン得意ですか。ちょいちょいね打てるかいっていうかわすすべを覚えるぐらいにある。僕も AV 好きですけどもね。そっちじゃねえ、そっちじゃねえ、秀樹さん好き大好きだよ。そっちじゃねえ、そこの問題じゃねえんだよ。石川県も好きですけどね。あ、それは声量好きです。声量僕ですけども、ね、コンプレックスね。コンプレックスはいっぱいあるから、いっぱいある。名前夏にはね、かわいい、そうか、かわいいさんだと、うん、あいうえお順の時に後ろに並ばなきゃいけないで、家業の人の河合さんだとしたら、はいはい、の方でも河合だと河さんがいない限り夏木が家業で一番加藤さんより前に行くか後ろに行くかが変わるわけだよね。加藤さん、ね、そうそう、加藤さんなど家業の派の死者っていうか覇者なの、うん、なんか家業のトップだと家業のトップなのに、はいはいはい、みんなから白い目で見られてクソムカつく。見る？お前なんか強くないみたいな。お前なんでそこにいんの？後ろでしょ？カワイはカギオってそんな空気悪いの？カワイさんみたいな。何先生にやりやがったのと。カってそんな。いや超空気悪いよ。別にね。コは全然平気でしたけど。カギオ空気悪い。カカカギオ空気悪いんだ。あとあだと大違いですからね。カ人数多いしな、まあまあな。カは多いっすよね。ヤマは絶対最後だもんな。山下はね、ただね、うちの学校ね、誕生日順だったんですよ、出席番号が。そこ6月だから結構前の方でした。ピロ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 。前の方でした。前の方でした。山下に。全然後ろ向きして。家業のトップだから、私。家業の空気の悪さよ。そうなんだ。譲らないし。そう。やっぱトップの方がいい。いや、なんか別に間違ってないのに、うん、その間違ってるでしょっていう、
そう違うって言われて合ってんだよっていう、はい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 、謎のやり取りは無駄なやり取りです。毎回注意されるのがすげえ腹立つ、はい、私より後ろのくせにって思う。悪い一員が小学校だってそういう細かいこと聞いてない。じゃあ小学校じゃないか。え、高校とかでもですか。うん、高校だよ。マジか、それは終わってるな。単純に治安が終わってんな。でも見る小学校は誕生日だ。ああそうか、僕も小学校の誕生日だったもん。小林さんはあります？一茶とか言われた、ね、小林一茶はそれね、言われるよ。一旦その歴史の授業が始まった途端ね、うん、言われるけど、大林さんですよね。大林はその名前の小ボケも死ぬほどできるけど、で、単純に行が多いから小林かぶるよね。コマさんもいっぱいいるもんかね、うん、で、俺がなんか小林がもともといたのね。俺がいるじゃん。で、転校生が小林で現れた。そしたら謎のルールでフルコバって謎のアドレスがあって、あいつ旧タイプですか？新コバという謎のシステムの向こうにあって、向こうも多分うんってなったと思うけど、多分こっち旧タイプみたいな。わかる気がする。こんなにいじられてますけどみたいな。逆にそういう変な基準のニックネームつけたの。そうで変なつくじゃん。でその子がね、転勤族だったの、家が。1年も経たずにまたいなくなっちゃったの、うん、すぐに、うん、そしたら、なんでかわかんないよ、フルコバが残ったの。じゃあ元に戻ってよ、小林に戻ればじゃん。リメイクでしょ。リメイクでしょ。戻っていいじゃん、俺はっていう。繰り上がり当選がもう一回あるはずなのに、フルコバが残されるって。まあね、もうフルコバで慣れちゃったんでしょ、ね、そうそう、まあね、っていうのがあったよ。そうね、名字はそんなもん。まあね、それ以外のコンプレックスの話にするとちょっとね、ドロドロしすぎてここでは語れないんでやめてください。名字コンプレックス、名前っていじられるもんよ、子供たちなんで。はい、続きまして、ふつおたです。あざます。私は夏に向かって髪の毛を切りたくなるんですが、皆さんどんな意味で髪の毛を切りますか。どうでもいいふつおたですが教えてくださいと。わかる、夏は髪の毛暑いかもね。髪の毛の切るがさ、残なんですよ。だからそれ人のじゃない、切りたくなる。脇差しぐらいで切ってる可能性が。いそれじゃね、急に人襲いたくなるほど残でね、残だ。切るタイミングでしょ。一番聞きてえのがこいつでしょ、まあね、ないでしょ。だからあれですよね、眉毛がやべえ時はね、前髪切りません、とりあえず。どうしたら切るの。どうしたら、いや切らない理由がね、もうね、これのことですよ。そう、まあね、バカだからな、まあ、切らない。そう、バカだからな、切らない理由、ね、言わないけど、ね、ややこしいから死ぬほど話してるから言わないけど、みんな知ってるし、なんかもうね、まあ、なんかね、もう切りよくなるまでちょっとどうしようかなっていう。切りってどこなの。切りよくなるんだ。身長超えたら、身長超えたら、身長超えるかな。民族の方だね。そしたらもうゴンさんのコスプレしてくれよ。そうね、白くそ見てな、真っ直ぐ上にやってな、うん、だから髪にうんこつくってね、髪長いと。あ、そう、笑えないですよね、西田さんが切ったタイミングがそこだって言ってましたよね。うん、そうそうそう、やっぱうんこつくのね。うんこついたなと思ったら、つけて、なんか、つまっちゃってやめなるほどね、うんこつくか。相当長かったらありえるのかも。わかるかも。昔長かったもんね、前は。いや、なんか、うん、髪の毛じゃなくて、長いさ、上着とか着てるとさ。あ、それはね、確かにね。まあ、ね、あぶね、あぶねっていう時ある。あぶね、あぶね、うん、ケツの下に行ってるから。あとなんか、ピラーンってオーバーオールのビラーみたいなやつとかさ、アップでアップでってこうなんか引っ張るときあるけど、ベロンベロンってなってる。聞きたくないな、悲しい話。ただの汚い話だからな。ただのそれついちゃってさーって言ったらもう最悪だよ。うんこの話好きだった。うんこの話じゃないけないよ、姉さん。髪の話です、これは。お前さんは言って悩んでますよね。うんとね、バイト先で注意されてるから、切るタイミングは。今注意されてるから、飽きねえぞなと思って。働きねえよ、ここで。いや、カラオケやって意外と厳しいんだよ、カラオケなよ、ここで。でもジェルで固めてごまかしたホテルの時は結構、気にね。それはね、でもっと短い時の話じゃん、それは今より、うん、今、ちげえからさ、髪色もちげえし、なんか切る、断髪式する？今度、イベントでいいか。そうね、なんかね、いいタイミングあればいいけどな、4月とかなんかな、なんかね、夏しね、暑いしな、だな、行きたいね。7月ぐらいなんか切る理由を作ろう、逆にということで、21とかに次行きましょう。とりあえず次行きましょうか。はい、ふとだです。ゆういちです。知ってるよ、ゆういち。ありがとう。入り方はね、ニコ生の100の質問会生で見えましたよ。ありがとう。質問に答えていただき、あっという間に時間が過ぎてしまったのですが、山下さんの横浜駅エピソードだけは衝撃的すぎて忘れられません。ゆういちだったんだね。詳しく教えてってやつ。
5月中旬に横浜スタジアムに野球を見に行ったんですが、途中でちょうど横浜駅で降りてマックに寄ったので、横浜駅周辺の人の多さがリアルに伝わり、あの中で山下さんと目指したのかよと先日は知りましたが、もはやホラーです。いい感想ですね。この中でしたんだ、聖地巡礼したんだ、聖地巡礼。そうね、なぜそこをあえて選んだのかっていうと、うん、何か強行に及んだ場合でも周りの人が止めてくれるかっていう彼女の理由ですね。まあね、賢いね。そう、恐れがあったんだね。こいつは怖い、家とか行っちゃダメだと。そう、もう2人家はダメだよ、怖いよ。もっと付き合ってた話、もう本当に話は外でしろですよね。喫茶店とかでもいいっていうね、人がいると思う。なんかある時はね。あと山下の動画編集中の暑さ対策でエアコンをつけた場合、パソコン3台プラスエアコンでブレーカーが落ちるかもしれないので気をつけてください。ノートパソコンは図書館営業など涼しいところに持っていて編集するのもいいかもしれません。本当に BUTU って素晴らしいですね。ではまた。フードコートがあるところに住みてえな、近所に。便利だよね、フードコートあったら絶対近所に。しゃべるねえんだ。でも結構ね、家で作業したい人なんですよね。まあな。あとね、結構ハードディスクがね、いっぱいやから、ね、まあちょっとね、頑張ります。ありがとうございます。本当に BTU って素晴らしいですね。ではまた。 PS 小林さん、眼球はいりませんが、髪は弟がハゲ始めてるので一応もらっておきます。またね。だからハゲとハゲで髪の毛シェアして地獄が始まるだけ。さっきのワムあげようか。ワムはここにあるよ。あ、閉まってた。出た、ワム。ワムだ。毛の塊なの。これ伸ばしたら毛になりますからね。あるからね、使ってくださいね。じゃあ小林さん、とりあえずワムと眼球をプレゼントしましょうか。損しかしてねえじゃん俺。大丈夫、あのハンターハンターみたいにしてあげるから、うん、クラピカの火の目みたいにしてあげるから落ちてるし、ちゃんとね、保存液につけてね、やっとくから、うん、ありがとうございました。火の目の時に殺してくれ、はい、というところで、今回の相談以上でございます。最後でございます。まだやるぞ。まずやったらほどほど来てましたよ。そうだよ。そっか。まあまあ来てたよ。うん。そんな感じです。メールとかもください。元気出すけど、あと励ましのお便りもください。励ましのお便り。励ましあと再生回数もください。はい、あとチャンネル登録者数あと1万人くらいください。あとあの現金を100億円くらいください。ではここで重大発表です。イエーイ。どうぞ。松井さん、じゃあよろしいですか。うん、何ですか。なんと7月21日にやましたあ公演。もうちょい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 。山下公演で時間かけすぎなんです。これ動画のケツなんで。みんな使ってくれんの。動画のケツだからスッてやってほしいのよ。すみません。お願いします。7月21日にね、はい、山下さんの生誕祭イベントをやりたいと思っております。場所は場所はこちら大岡写真館アット秋葉プロデュースバイガイナックスさんのスタジオより。やったー。まだまあ詳細はこれから追ってね、そうですね、いろいろツイッターとか、まあ、こうした動画とかで配信していってますので、よかったら開けておいてください。遊びに来てください。誰か来るかな。まあ平日なんで、そう、金曜日夜です、そうですね、夜っていうか夕方ぐらいね、まあ、2、3時間ぐらい、ちょっと短めのね、前回みたいな感じではないんですけど、ちょっと違うのを考えてますので、ちょっとイベント内容なんかもね、しっかりと告知させていただきたいと思いますので、よかったらお越しください。はい、というわけでいいですかね。はい、じゃあ以上はニラボトークでした。この放送は大風写真館秋葉プロデュースとバイガイナックスのスタジオからお送りしました。チャンネル登録はしてるから、コメントと質問お待ちしてます。お待ちしております。あ、バムだ、来てねー。